さあ、それではまず主催者を代表いたしまして、通天閣観光株式会社西上正明代表取締役社長にご挨拶をさせていただきます。石上社長、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。通天閣恒例の干支の引き継ぎ式に、マスコミの皆さんをはじめ、たくさんの大勢の方がお越しいただき、本当にありがとうございます。今年はいいことも悪いことも本当にいろいろありました。来年はイノシシ年です。イノシシの目を猪の目といって、災難防止の意味があるらしいです。来年こそは今年よりもっといい年が迎えられることを記念して、干支の引き継ぎ式を行いたいと思います。さて、今回は、立ち会い人がロボット、エミューというロボットが初めて登場します。 AI 相手に将棋を指すみたいで、相手にはミスがございません。私もミスのないように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、簡単そりではございましたが、開会の挨拶とさせていただきます。今日は本当にどうもありがとうございます。西上社長、ありがとうございました。通天閣イメージガール小川くるみさんよりご挨拶させていただきます。小川さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。通天閣イメージガール小川くるみです。本日はこのような歴史のあるイベントにお呼びいただき、そして皆様お越しいただき、誠にありがとうございます。今年1年、大きな地震や災害などいろいろなことがありましたが、2025年には大阪での万博の開催も決定するなど、明るい兆しが見えてきた今日この頃です。来年は犬年からイノシシ、イノシシシシシシッとたくさん笑える年に、活気あふれる年になるといいなと思います。そして今日は何と言っても平成最後の干支の引き継ぎ式です。私もこのビリケンスマイルで来年もより良くなるように盛り上げさせていただきます。改めまして、本日は本当にありがとうございます。小川さん、ありがとうございました。私の中で初めてロボットにゲストとして登場していただきます。それでは、日立のコミュニケーションロボットエミューに挨拶してもらいましょう。エミュー、準備はいいですか？はい、こんにちは。私の名前はエミュースリーと言います。動けて喋れるコミュニケーションロボットです。外国語も喋れるんです。ハロー、ニューハオ、アニョハセヨ。ありがとうございます。多言語喋れるんですね。もう、今日はところで引き継ぎ式は何をしに来たんですか？イノシシになるんですか？なんでやねん。今日は来年の干支の向上を発表します。いっぱい練習してきたので、一度も噛まずにやってみせます。よろしくお願いします。この引き継ぎ式は動物が出ることでおなじみなんですが、ロボットまで出てくるようになったんですね。エミューは普段はどんなお仕事をしてるんですか？私はオフィスや商業施設で来客者の受付や案内ができます。移動して案内することもできるのが私の特徴です。今もっといろんなサービスができるように勉強中です。今日はよろしくお願いします。はい、エミュー、ありがとうございました。
ではこの後の引き継ぎ式の準備のために移動していただきましょう。今年の干支犬と来年の干支イノシシの引き継ぎ式を行います。皆様ご準備はよろしいでしょうか。はい、よろしいかな。はい、それではよろしくお願いします。はい、それでは干支が引き継がれたところでそれぞれの干支の口上をお願い、犬の口上を通天閣観光株式会社西上正明代表取締役社長お願いいたします。今年はいろいろとかなわ年になりました。アメフト、レスリング、ボクシング、半端ねえ組織問題、紛失で、選手を思うと気のドック。また、ノーベル医学、生理学賞受賞と、がん治療の可能性に大きく貢献される一方、ダンパー検査データ改ざん問題では、今後の展開に心臓がドックです。さらに地震、水害、台風、猛暑と自然の脅威を感じることが多く、怖いことだらけの年となりました。しかしながら2025年万博の大阪開催が決まりました。オンリーワンのワンダフルな開催を祈りましょう。そうだね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして来年の抱負としまして、イノシシの向上をエミューよろしくお願いします。新元号を迎え日の一番に景気回復とデフレ脱却を諸突猛進で推し進めます。底材が態度を取らず、2019年のラグビーワールドカップでは、獅子奮迅の活躍を見せ、イノシシがけで頑張ります。いい年になりますように。ありがとうございました。